東京・築地の仲卸に並んだ巨大なマグロ。今朝、豊洲市場で仕入れたばかりの青森県大間産のクロマグロです。重さは185キロ。ノコギリなどを使い、豪快にさばいていきます。寒くなってきて、脂も乗ってきているというマグロ。東京などでは、飲食店の時短制限も解除されたことで、注文が増えるのを期待していたということですが。もちろん緊急事態宣言中に比べれば、お客様も商売再開したところが多いんですけど、ただ、思ったよりも、そこまで売り上げという意味では、伸びてないかなと思います。飲食店などで仕入れる量を普段より少なくしているところもあり、想定よりは売れていないというのです。ただ、マグロはこれからが本番のため、今後に期待しているといいます。これからどんどん冬にかけて品質が良くなっていくマグロなんですけど、今の段階でもここまで脂も乗ってますし、鮮度感もいいのが多いので、とても使いやすいんじゃないのかなと。豊洲市場では、コロナ禍で出歩く人が減ったことなどから、通信販売も強化。東京23区の人なら、早朝に競りにかけられた鮮魚が、当日に届く取り組みも始まっています。感染者の減少傾向が続く東京で、今日感染が確認されたのは21人。政府はイベント開催の人数制限について、来月1日から今の上限1万人を解除する方針を決め、専門家らに諮っています。また沖縄県では、飲食店への営業時間の短縮要請などを今月末で終了することを決定。広がる緩和の動きに、観光地は変化があるのでしょうか。首里城では、仮設見学デッキが公開され、このようにパネルなどで復興などの道のりが紹介されています。2年前の火災で正殿などが焼失した首里城では、復興の様子を見学できる通路が昨日から公開されました。ただ観光客はすぐには戻らず、例年の1割程度。全然少ないですね。それでも先週くらいからは、ようやく修学旅行の問い合わせも増えてきていて、今後に期待しているということです。埼玉県春日部市では、階段を降りると広がっていたのは巨大な地下空間。ここは洪水被害を軽減するため、一時的に地下に水を貯める施設です。地下神殿とも呼ばれるこの施設を巡るツアーの参加者が今増えているといいます。迫力がすごいですね。ゲームみたいですね。もともと見たくて近所なのに来たことなかったので、この地下神殿をイメージしたというのが、こちらのカレーライス。神殿の大きな柱をご飯で表現しています。もう思った通りの思った通りの神殿感がこう出てる。施設からおよそ6キロ離れたこちらの店で提供を始めたきっかけは、市の観光協会からの呼びかけでした。町の活性化につながるようなものができればと思い、参加をさせていただきました。特別メニューは他にも、市内19の店舗で提供しているといいます。近くでこれだけ楽しめる施設が春日部にはあるんだよということを発信しながら、楽しいお食事をとっていただいて、緩和の動きも広がる中ですが、引き続き第6波への警戒も続きます。